株式会社カノーは、大阪府大阪市鶴見区に本社を置く日本の小売業者である。大阪府を中心に、京阪神館でスーパーマーケット、食品館アプロを展開している。創業者はカノーとシフミ。1990年代、店舗のカラーやイメージを統一させるために屋号をスーパーカノーから食品館アプルーバルに変更し、 改装店や新規店で使用されるようになった。アップルーバルとは、創業者の名字である、可能の英訳。その二号店である、法然時点では年間の100%直営が実現した。食品館アップルーバルで5店舗を展開した後、呼びやすさや親しみやすさを求めて、アップルーバルの部分を略し、食品館アプロで次々と展開。過去には、フレッシュと、食品館の野号があった。 2016年9月より株式会社可能設立50周年を機に3つの野豪をまとめた故障をアプログループとした2018年5月より野豪を食品館アプロに統一した2021年1月現在大阪府に47店舗、兵庫県に3店舗、京都府に1店舗ありがとうございます